明日仕事できへんわ、このままやったら。お前らが勝てる、どっか行くべきなんでここやねん。あーもう嫌いやねんって。俺大丸でよかったな。大盛り大丸大盛り違うでかい。ああ、爆した。爆弾の威力でかすぎて自分で飛んでいってません。逃げ切れず。これは宝鐘あれや。住人帰ってきたんじゃ。そうか。何も打ってけって言って、今打たれてやるけど。あ、自爆した。なんか俺の欲しいアイテム持ってたみたい。くそ。脳診断？自爆した。あれがいいんだ。よっしゃー、完璧や。今のは勝ったわ。エベさん、住人帰ってきてないですか？え、まあ、帰ってきてんよ。え、帰ってきたから黙ったんかなと思ったんですけど。いや負けんのが嫌で集中してたんですよ。お前なんか喋らなくても勝てるわ。
何してるんですかそこで。何してるんですか。ああ、やばい。何してるんですか。失敗失敗失敗。ああ、うっせや。ごめん、チャさんごめん。いや、俺ここ嫌いやねんって。ふぉー、あんま勝ったイメージがないって。ということでね、やっぱり最後はヒーローは勝つということで、このボンバーマン終わっていきますけどもね。いやー、でもね、対戦相手がやっぱいるからこそのね、こうやってできることなんでね、ちょっと2人ではね、ぜひ敬意を示そうと思いますので、はい、ありがとうございました。敬意示せよ。と言ってもね、やっぱり先輩は強いっすね。僕、本当にあの尊敬してる先輩がこのようにあのやっぱ強くて、やっぱあの僕が見た人はやっぱ間違いなかったなと、僕の見ればやっぱ間違いなかったなと、そう確信する時間になりましたよね。ということでね、まだ今後もね、ボンバーマンやっていきますので、皆さんね、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。さよなら。こんな口悪い配信者が高評価なんかするわけねえやろ。